はい、どうも、お久しぶりです。京くん1991-0522こと、長澤美沙子です。まあ、全く関係ないんですけど、まあ、元のアカウントが長澤美沙子なんで、まあ、それを名乗っとこうかなと思いまして、今、言いました。はい。ですね、今回は、まあ、自分、禁煙したって言ったじゃないですか。なんすけど、まあ、今回は、まあ、昨日、というか、一昨日になるのかな？まあ、月曜日だったんで、まあ、その日に、あ、じゃあ、あれ？月曜日じゃねえや、木曜日だから、火曜日か。火曜日に、送られてきた、まあ、JT さんから送られてきた、セブンスターの、リアルスモークという、新しい12月の3日側かな？まあ、出る、多分これ、まあ、サンプルなんですけど、まあ、JT に登録してて、それで送られてきたんですよ。なんで、それで、まあ、親にあげたはずなんですけど、自分に回ってきちゃったというか、親に、まあ、そそのかされて、また喫煙者に戻っちゃって、まあ、それで吸い始めたんで、まあ、今月はもう、あれじゃないですか。もう終わりじゃないですか。なんで、まあ、今月いっぱいまでは喫煙者になろうかなということで、まあ、中途半端ですし、まあ、今月いっぱいまでは吸おうかなと思うことで、まあ、期間喫煙者として動画をやりたいと思います。再開したいと思います。はい。では、吸っていこうと思います。まあ、こんな感じです。こう感じですね。はい。ちょっと噛んじゃったんですけど。はい。まあ、真っ黒ですね。なんか、ブラックインパクトをなんか、思い出させるようなパッケージになってます。はい。で、タールは14mg のニコチンが 1.2mg で。はい。普通のセブンスターと変わんないですね。セッタブラックって言ったらいいですかね。ブラックセッタって言ったらよくわかんないですけど、まあ、行きたいと思います。まあ、本数はほとんどなんですけど、まあ、吸っていきながらやってみましょう。はい。マクドナルド。はい。まあ、以前、高校時代にやってたバイトの、まあ、制服と帽子が見つかったんで はい。今、持ち出しましたね。帽子嫌いなんで、帽子脱ぎたいと思います。うん。まあ、個人的にですね、親が、母親なんですけど、セブンスターのソフト吸ってるんですよ。それで、あげたんですけど、まずいって言われて、まあ、経緯としては、まあ、吸ってしまって、それで、火つけられて、これくらいの状態で渡されて、まあ、吸ってみろって言われて、一口吸っちゃったら、もうそこから、また禁煙者に、戻っちゃいました、みたいな。出戻りですね。はい。まあ、一時的な出戻りなんで、まあ、やめられたらそのままやめちゃいたいなと思うんで、まあ、3ヶ月は超えてたんですよ。余裕で。まあ、今日の、5時台までは、5時の前半までは、まあ、非喫煙者でしたからね。はい。まあ、それだけは言っときます。まあ、また、多分、12月になったら、やめたいと思うんで。はい。こんな。ねえ、煙ながら出してても。まあ、仕方ないですからね。輪っかを作ろうとしたんですけど、ちょっと痰が絡んだんで、すいませんね。おお、やっぱり。そうっすね。セブンスターですね。はい。高校の時と変わんねえないっていうこと。はい。まあ、自分は、一度、未成年の喫煙者として、まあ、2ちゃんで炎上したんですけど、まあ、それは、まあ、関係ないんですけど、まあ、その時と同じような内容言ってますね。はい、これは迷走ですね、とか。まあ、そんな感じで、まあ、関係ないですけど、はい。その、
ブースターと変わんないですね、大して。まあ、もう親が知ってるって言ったじゃないですか。それで一本もあって、知ったんですけど、まあ変わんないですね。親はまずいまずいって言ったんですけど、個人的には変わんないですね。で、そのラベルというか、フィルターのとこはこうなってます。セブンスター、リアルスモークと書いてあります。まあ、1本目はちょっときついな、クラッときたんですけど、2本目からは余裕でチェーンしてましたね。はい。まあ、今日でも一気に何時間経つんだ ?6、7、8、9、10、11、12、まあ計7時間の間に6本ぐらい吸ってますね。はい。まあ、1時間にまあ1本単位で吸ってます。はい、今現状としては。まあ、どうせ中途半端やめても仕方ないんで、まあ、12月、あ、そうだ、すいません、ちょっと、この、リッチなんとかってあの、赤い方も出るじゃないですか。まあ、本当はそっちをやりたかったんですけど、まあ、その時にはもう、月が変わってしまうんで、もう、禁煙に入りたいと思うんですよ。なんで、事実上、動画を出すのは、不可能ですね。はい。まあ、不可能じゃないわ、関係ないっての、違う、関係ないですね。はい。まあ、そんな感じで。はい。やろうと思ったんですけど、今月中に、まあ、できないことが発覚したんで、まあ、今回、この、リアルスモークだけ動画を撮るみたいな、そんな感じになると思います。はい。まあ、これの他に、な、今日、え?今日、何日?28か。28で、今月って何日まであったっけ?ちょっと待ってくださいね。あ、違う。あと3日か。今日含めて3日なんで、まあ、今日は始まったばっかりなんですけど、これを明日までに吸い切って、まあ、そこから赤楽のロングを吸おうと思うんですよ。まあ、それは30日に全部20本吸っちゃおうかなと思ってるんで、まあ、そこから禁煙し始めようかなと、再び思ってますね。はい。普通の、まずい!セブンスターまずいっす。なんかまずいっすね。フィルターの汚れ方は、こんな感じで、普通に真っ黒っすね。真っ黒っていうか、抹茶茶ですね。抹茶茶です。はい。うん。まあ、ノイズとかあると思うんですけど、そこら辺はご了承ください。ほんと、申し訳ないですけど。はい。やっぱりタバコ、なんだかんだ言って、まずいけど、うまいですよね。はい。まあ、分かっていることなんですけど。まずいけど、うまい。もう一杯。まあ、青汁的な感じですね。まあ、健康、逆で、あっちは健康的な感じじゃないですか。で、こっちは不健康な象徴ですからね。はい。まあ、今はもう、禁煙ブームで、まあ、政府の、まあ、政策で今、タバコを吸わない世界みたいな感じでやってるじゃないですか。なんですけど、まあ、逆らって吸ってる人はかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分は、まあ、それを逆らおうかなと。で、その、便乗、そのブームに便乗して、やめちゃおうかなと思ってます、また。はい。やべ。最初の頃、眉すっげえ太。ま、最近もう眉なんかもういじんなくなってますね。はい。煙の量が半端ない。いや、風呂上がりの一服うまいっすね。はい。ね、これくらいになってきたんで、ドラゴンやりたいと思います。熱っ。はい。では、タバコはこんなもんってきたんで、終わらしたいと思います。まあ、スタンスは変えずに。はい。こんな感じで。あー、火種落ちた。危ない!あー、やっちゃった。
まあそんなことはどうでもいいや。 はい。まあ味としてはまあ普通のセブンスターよりは味わいが薄いというか、まあ、リアルスモークでなんか現実の煙って書いてあるんですけど、普通のセブンスターのはがっつりきますね。なんか喉に入ってきて、まあ喫煙者だったらわかると思うんですけど、一回口に含んで、まあ、そのタバコの煙の味がわかるじゃないですか。それ第二段階の吸い込みで、この喉辺のこの甲状腺あたりかぐらいから吸い込んだ時に、うってくる感じが、このリアルスモークよりも普通のセブンスターのが50年記念か、今年確か。それでそっちの方があれっすね、がっつりきますね。はい。まあ、まだデッドは吸ったことないんで、なんつったっけな、名前ちょっと待ってくださいね。セブンスタースト、7つ星。まあ、普通に訳したら7つ星ですからね。これから出んのは、なんだろう、これ書いてないか。もう悪魔っすね、こんな送ってくるとか。ふざけんなよって思いますね。新作と、セブンスターセブの、新作で検索して、違う、これじゃねえよ。なんでエロゲーが出てくんの？なんでエロゲー？死ねえよ。エロゲーとか。はい。ちょっと待ってくださいね。半世紀をかけてたどり着いた2曲の味わい。新14ミリグラム誕生。セブンスター、リアルリッチ、リアルスモークって書いてありますね。はい。まあ、画像は見せられないですけど、なんか、この、リアルリッチってやつは、なんか、赤い水をイメージしてて、このリアルスモークっていうのはなんか、備長炭というか炭がなんか、キャラクターっていうか、なんつったんですかね。まあ、コンセプトみたいな感じでやってみたいですね。はい。まあ、関係ないですけど、まあ、すぐ、禁煙入っちゃうんで まあ関係ないですけど。まあそんな感じのコンセプトで売るみたいですね、これから。コンビニとかでも結構今、その、これのサンプルというか、なんか、タバコじゃないですけど、見本みたいな感じで、まあ今出してると思うんですよ。まあそんな感じで売るみたいですね。はい。まあどうせ JT なんで まあおまけは期待できない感じなんですけど、はい。まあ最近、あれっすよね。ケントとかも新しいの出ましたよね。フィルターがなんか、中が完全に穴開いてみたいな。まあでも、まあタバコ吸ってなかったやつにとってはもう、まあ別に関係ないですけど、このセブンスターのこの、正直リアルスモークじゃなくて、どうせ吸うんだったら、リアルリッチの方を送ってきてほしかったですね。はい。ほんとこれふざけんなって感じですね。はい。まあ、そんなことはともかく。まあ、話す話題も、そうですね。まあ、完全に、喫煙者に戻った、完全に喫煙者になったわけじゃないんで、また、まあ、今回、そうですね。話すことないんで、今回、これにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴、ありがとうございました。次回は、そうですね。赤ラークで、今月で、まあ、喫煙生活は終了させていただこうと思うんで、はい。そこのところ、よろしくお願いします。多分、その時は、携帯で動画撮ると思うんで、画質と音質は向上すると思うんで、そこら辺よろしくお願いします。では、さよなら。はい。すいません。ピザーラ、ちょっと待って。ピザーラスタッフ。見えるかな？こんな感じです。こんな感じで、はい。
どすいませんでした。タバコは無駄とか言ってて、本当申し訳なかったです。はい、やっぱりタバコはうまいっす。じゃあさよなら。はい。